寄り添うパブリッシングのポッドキャストをお聞きの皆さん、こんばんは。You may do a day パーソナリティのかなです。私は普段マトカというユニットで歌を歌っていたりします。この番組ですが、お休みの時間の前に詩の朗読をお届けする番組です。英語で、あなたのおかげですごくいい一日になったよという気持ちを伝えるのを You made my day というのですが、このポッドキャストは、いい日でも悪い日でも、あなたは今日も頑張ってあなたの一日を作ったから、それを認めてあげてほしいという気持ちから You made your day と名付けました。皆様の今日はどんな日でしたか？お仕事や育児など、一日頑張って、夜寝る前の時間に聞いて、心が落ち着くような詩の朗読をお届けしたいと思っています。第8回目の今回は、寄り添うパブリッシングの初めての詩集、小谷ふみさんの寄り添う月日より、寄り添う月日の詩にまとかが曲をつけました。Thank you.
今回は小谷文さんの寄り添う月日という詩に的かが曲をつけました。で、この詩を何度も繰り返し読んでいて、で自然とこう曲が浮かんできた感じなので、小谷文さんにご連絡して、ちょっとこんな曲をつけてみましたみたいな風にお伝えしたら、すごく喜んでくださったので、今回初めてのコラボレーションができて私も嬉しく思っています。この寄り添う月日の詩集は寄り添うパブリッシングのオンラインショップで購入することができますので、よろしければご覧ください。本日もお聞きくださりありがとうございました。またいつかお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。あなたが良い眠りにつけますように。おやすみなさい。